はい、どうもこんにちは、秋です。今回ですね、このワンダリア跡地のここにあるトレジャーですね、ここをスワロトルネードが必要ですと言われてまして、で設計図を手に入れないと進化させれないんですよね。でそのトルネードの進化系の設計図がなかなか見つからないんですよ。で個人的にこれすごく見つけにくかったんで、ぜひねこの動画で紹介しておこうと思います、その場所と、取り方ですね。はい、なので、この動画を見てもらえば完璧です。で場所はこのワンダリア跡地のワンダリアパレードの夢というところですね。はい、じゃあこれをね、スタートしていきますということで、でこのワンダリアパレードの夢のこのステージの後半にあるので、この後半までねちょっとサクッと進めていきたいと思います。はい、そしたらねだいぶ近くまで来ました。ここは多分ね、どこかわからないっていうことはないと思うんで、この正面から、パレードカーがね大量にこう押し寄せてくるんですよね。なんで結構その印象が強い場所なんで、ここがどこかわからないっていうことはないと思います。で、もう少し奥に行くとこちら側にね給水するところがあって、ここで水を頬張れるんですけども、まあ設計図を取りたいだけならここは無視しても大丈夫です。でこちらに行く と、さらにねもう一個給水ポイントがここにあるんですよね。でここを破壊できるので、ここで水を頬張ります。そうしたら、ここにね、パレードカーがね横切ってるんで、向こうの方にね奥の方に壊れかけのフェンスというかね壁が見えるんで、そこにねこの車たちをポンと押し付けてやりましょうと。そうすると壁が壊れて向こうの方にね檻が見えるんですけど、ここワドルディが捕らえられてあるんですけど、僕はもうね解放したんでコインになってるんですけどもね。でここさらにね奥が壊れるんですよ、この壁が。これねなかなか気づかないんですよね、僕ももう初見では全く気づかなかったんですけど、でこれがまた難しいと、タイミングよくね奥の方にこう押しやってやらないといけない、こんな感じです。まあ一発で壊れるんで、あとはまあタイミングが命っていう感じですね。でここに設計図があります、大量のコインと一緒にね。はい、これです、トルネードの、能力を進化できると、スワロトルネードの設計図を手に入れたワードルディの武器屋へ持っていこうということですね。はい、これで、設計図はクリア、もうゲット完了ですね。であとはまあ念のためね一応コースもクリアしておきましょうと、まあそれだけです。はい、まあもしね、参考になったよという方がいればぜひ高評価と、あとよければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではね、僕のチャンネルでは実況の方もやっているので、ぜひ、そちらも見ていただけたらなと思います。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.